コロンビアペルー戦争とは、1932年から1933年まで、コロンビアとペルーの間で行われた戦争である。小規模な戦闘の後に、国際連盟の仲介などで解決した。この戦争の背景には、次の2点に関するペルー国民の不満があった。すなわち、1922年に、国境線と非武装地帯の設置などを取り決めた、ロサーノ・ソロモン協定と、 コロンビア政府が砂糖について課していた重い関税の2点である。ロサーノ・ソロモン協定は1911年にも両国間で国境紛争が発生したために締結された条約でアマゾン川流域のレティシアがコロンビア領とされたことにペルー国民は不満だった。砂糖関税問題は当時のペルーにとっての重要な外科獲得資源に関わっていた。 事件は1932年にペルー国内での暴動から始まり、イキトスは放棄した市民が支配する状態となった。ペルー国内は同年7月に武装放棄が起きるなど、正常不安であった。同年9月1日、イキトスの過激派市民は、越境してレティシアへ侵入し、コロンビア関係を排除して占拠してしまった。レティシアを占拠したペルー市民には、政党業や、 比較業の関係者や元レティシア住民が含まれていた。こうした状況を見たペルー大統領、サンチェスセロはペルー陸軍のニコ連隊を派遣してレティシアとタラッパカを占領させた。コロンビア政府は当初は事態を生還していた。レティシアはコロンビアにとってアマゾン川を経由した海洋への航路確保に重要な地域であったにもかかわらず、 少なくとも9月17日までは目立った動きを見せなかった。しかし、アマゾンガー支流のプツマヨ川でレテシアに向かう船をペルー軍が停戦させた事件をきっかけに、コロンビア人の愛国心に火がついた。レテシアを武力奪還すべきとの声が大きくなり、コロンビアの有力士エルティエンポは9月19日までに1万通以上の海戦を主張する当初があったと報じた。 ボゴタ市内では数千人の大学生がサンチェスセロに死をコロンビアは屈服しないと規制を上げてデモ行進した。開戦を決意したコロンビア政府はアルフレド・コボをコロンビア海軍のアマゾン艦隊司令官に指名した。コボの部隊の予算として1000万ドルが議会で承認されヨーロッパから中古艦船を購入しての艦隊編成が始まった。 ペリューのサンチェスセロ大統領は反撃の心配はないと考えていた。コロンビア陸軍は軽装地帯に駐留部隊を置いておらず、かといってコロンビアには部隊派遣に使える道路も水上戦力も存在しなかったからである。しかしこの予想は外れ3ヶ月も経たないうちにコロンビアは反撃戦力を整えることに成功した。百三十二年末には コロンビアの小母艦隊がアマゾン川川口に姿を現し、コロンビアドイツ航空公社を基礎にした空軍部隊まで作り上げていたのである。このコロンビア空軍は転用した民間機を使い、パイロットはドイツ人社員の義勇兵だった。コロンビア海軍の最初の攻撃はタラパカに向けられた。レティシアはブラジルとの国境でもあり、コロンビア側はペルー軍が ブラジル領内に逃亡することによって、ブラジルとの新たな国際問題を作りたくなかったので、ある。1933年2月14日、ペルー空軍は発見したコロンビア艦隊に対して爆撃を行ったが、命中弾はほとんどなかった。翌15日、コロンビア艦隊はタラパカへの無血上陸に成功した。ペルー軍部隊は前日のうちに、 タラパカからの撤収を終えていたのであった。同日コロンビア大統領のエンリケ・オラヤ・エレーラはペルー軍の航空攻撃を理由に同国との外交関係を発揮した。ただし、ブラジルとの関係を考慮して大統領はレティシアへの攻撃は命令しなかった。1933年4月30日、リマで戦争のために集められた兵士を越兵していたペルー大統領。 サンチェスセロがアプラ党員の銃撃で暗殺された。後を継いだオスカル・ベナビデスは半月後の5月15日、コロンビア自由党の党首アルフォンソ・ロペス・クマレホと会談し、レティシアの返還については国際連盟の委員会裁定によることを約束した。こうしてレティシアは1年間国際連盟の管理下に置かれることになった。ブラジルのリオデジャネイロにおいて、 コロンビアとペルーの代表が出席し、講和条約であるリオデジャネイロ議定書への署名が行われた。ペルー代表は1932年9月以降の出来事を特にその結果として両国の友好関係が損なわれたことについて率直に遺憾の意を表した。この議定書によってロサーノ・ソロモン協定は再確認され、レティシアとタラパカのコロンビアへの帰属が確定した。 1934年5月に、レティシアは、コロンビア政府の完全な統治下に返還された。なお、この和平の実現は、国際連盟による、紛争解決の小さな成功例の一つとして知られる。ありがとうございます。